はい、こんにちは、こんばんは。緊急です。今11時20分撮影です。7月の12日。弾道ミサイル、北朝鮮のこれね、あの9時10時ちょっと前ぐらい発射されたよって話してて、11時13分頃に落下する予定みたいな感じで言われていたんだけど、とりあえず、21分のこのこれね、すでに落下したかっていう話です。まあライブってなってるから、まあ、見せられないけど、何したいのっていう感じだよね。そう、9時59分頃ですね。まあ約10時ぐらいなんだけど、北朝鮮の内陸部から少なくとも1発の弾道ミサイルを東方向に向けて発射したと発表しています。日本海の、まあ、秋田県なのか新潟県あたりなのか分かりませんけど、で発射された弾道ミサイルは、まあ、現在飛翔中ってなってるけども、まあ、落下したよっていう話ですね。でその前の日になんかね、その妹、今の大なんとか書記、キムなんとか書記の妹が、まあ、韓国のことを大韓民国と呼んでるよって言ってたけど、まあその前に なんて呼んでたんだっていう話なんだけど、南朝鮮と呼んでたらしいんだよね。まあもともとはその朝鮮地方っていうか、朝鮮という国なのかわかんないけど、いたんだよね。で、まあ多分北の方と南の方、まあ大韓民国と何の争いをしてたのか。まあもともとそのロシア、中国の方とアメリカの方と喧嘩をしてて、まあ、戦争という感じで。で、そこで北と南で考え方が全然違ったので、そこで別れたのか、ちょっといまいちよく分かってないんだけど、何なんだろうね。本当に分かってない、私は。こういう難しいことはね、分かってない。で、同じ民族だから、ね、いろいろとさ、考えも一緒だって、民族だからっていうふうに言われてるけどさ、どうなんだろうね。まあまあ、よくさ、今日の11時頃にあれだったみたいなんでね、 Gアラートの訓練みたいなので、一斉にね、スマホだったり、まあその県や市のそのところから、なんかそういうのが、まあまあいいや、なんかそういうのがね、なるよっていう話が、まあツイッターなどなどで出てたんだけど、まあ、これの影響で、このミサイルの影響でそれがなくなったのにね。でツイッターなんかで見ていると、本当にこれを狙ったかのように発射したんじゃないかって勝手に、まあ、言っていたりとかしている。まあ、実際のところそれ関係なく、ただ押したいから、ボタンを押したいから押しただけっていう形なのかわからない。これはそのキムなんちゃらさんの気持ち次第なんだろうけど、結局は何をしたいのかなっていう感じだよね。本当に何をしたいっていうか、かまってちゃんなのか何なのかよくわかんないけど。
なんだろうねっていう感じかな。本当にこちらもなんだけどね。まあまあまあっていう感じかな。本当に。はい、以上です。